はい、どうも皆さんこんばんは、モシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコインとイーサリアムとネム、そして IOST、ライトコイン、ビットコイン、キャッシュ、モナコインですね、7通貨いつものように見ていきたいと思っております。今日が2021年の1月の28日、木曜日ということで、今日もですね元気に、相場分析をやっていきたいと思っております。今日のですね、仮想通貨市場なんですが、まあ乱高下していますよね。今のところは、まあビットコイン、イーサリアム含めまして、まあ主要アルトコインもですね、まあ若干上がってきているということですね。2%、3% っていうのは、状況になってきているんですけれども、まあ一時はですね、ビットコインに関しては、3万ドルをですね、割るような展開もあって、非常にですね、乱高下している状況です。で、ビットコインに関しては、こういったですね、今、ディセンディングトライアングルというふうなですね、形を作りながら、非常に厳しい展開にずっとなっているわけですね。そういった状況の中で、今からですね、反発してくる目があるのかどうなのか、そのあたりをですね、チャート分析、それから、まあ、仮想通貨市場のですね、ニュースなんかもね、ピックアップしながら今日はね、見ていきたいと思っております。このチャンネルではですね、世界経済、それから仮想通貨関連のニュースをピックアップして、相場に移ってですね、相場分析戦略構築までやっていくということで、この YouTube とですね、Instagram 両方で朝と夜でですね、相場分析を、ずっとね、毎日毎日更新してやっております。まあ、その2つ見ていただくとですね、今日の1日のマーケットが、まあ、把握できるというふうなですね、内容になっておりますので、初心者の方もですね、気兼ねなく見ていただけたら嬉しいなというふうに思っております。さあ、それではですね、いつものようにニューヨークダウの方からいきたいと思います。ニューヨークダウがですね、かなり下げましたね。ニューヨークダウ続落ということで、633ドル安、相当なですね、下げ幅を見せましたということで、3ヶ月ぶりだそうですね。27日のですね、ニューヨークダウですけれども、大幅に下落しまして、終値がですね、633ドル 2% 安ですね、3万303ドルということで、下落幅は約3ヶ月ぶりの大きさとなりましたということですね。で、ダウ平均はここ5日間ですね、連続で値下がりしております。で、たびたびね、僕のチャンネルでもお伝えしておりますこのビックス指数ですね、恐怖指数に関しては一時36を超え、前日比13ポイント強、上昇しております。まあ、このあたりもですね、後でチャートで見ていきたいと思っております。で、まあ理由としましては、まあ連日ですね、大きな にぎわいをね、見せておりますゲームストップですね。はい、ゲームストップという会社の株がですね、極端な株高になっているということで、すごいんですよね。これ仮想通貨よりも全然上がっていて、ゲームストップの株価はですね、26日に 93%高というふうにね、急騰したのに続き、27日には 135% も上昇したと。いや、もう本当に異常ですよね。映画館の AMC エンターテインメントホールディングスに関しても 301% と極めて異例な株高を記録しているということで、まさにですね、これを見ると通常では起こり得ないことが起こっているということですね。よく、まあ過去のですね、いろんなバブルありますけれども、通常では起こり得ないことが起こってからの暴落なんですよね。まあ、この株高がすなわちバブル崩壊というふうにですね、繋がるかどうかっていうのは分からないわけですけれども、一つそういう警戒感をですね、持っておかないといけない。で、実際にそういう風な警戒感を持った方がですね、企画定売りをまあやっているということで、株価が下げて、そしてドルを買い戻して、ビックス指数も上がってみたいなね、そういう状況になっているのが今の株式市場の動向となっております。で、この流れを受けまして、今日のですね、日経平均株価なんですけれども、まあ当然こちらもですね、反落しておりまして、終値が437円安の 28,197 円ということで、こちらも前日比 1.5% と大幅なですね、下落を記録したと。下げ幅は2020年の7月の31日の629円以来、およそ半年ぶりの大きさになりましたということですね。まあ、これが株式市場のですね、動向なんですけれども、やはりですね、まあ仮想通貨市場もね、連動して動いているっていうところがありまして、アメリカのニューヨークダウ、こちらコインポストさんのニュースですけれども、アメリカのニューヨークダウ急落など金融市場がリスクオフの展開となっておりまして、ビットコイン市場にも警戒感がまあ波及しているというふうなですね、ニュースも入っております。仮想通貨市場とビットコインということで、まあ28日今日のですね、株金融市場は大荒れ模様になりました。先ほど言った通りですね。で、少し注目なのはですね、1月の29日に控える CME 先物の SQ があります。で、今回の SQ では過去最大級となる40億ドル相当が満期日を迎えるということで、ちょっとね、このあたりは、ビットコイン価格にですね、影響を与えてくる可能性があるということで、ちょっと注意したいところですよね。ポジションをですね、次のまあ現月以降に乗り換えるロールオーバーがですね、相当数発生するというふうに思われているという状況でして、まあこのあたりですね、ちょっと警戒したいところかなというふうに思っております。で、まあ総じてですね、ちょっと悲観的なね、見方にはなっているんですが、まあ一方でね、この投資リサーチ企業、リアルビジョン社ですかね、リアルビジョン社の、ラウル・パルさんはですね、ラウル・パル CEO は強気な予想を展開しているということで、この方はですね、ツイッターで、36万人ぐらいでしたかね、フォロワーがいる、まあ、影響力を持ったですね、方なんですけれども、この方においてはですね、ディセンディングトライアングルではなく、下降ウェッジの上抜けを見込
んでいるということですね。はい、結構ね多くの方、僕もそうですけれども、こういうですねディセンディングトライアングルを意識した、まあ相場分析ですね、テクニカルを展開しているわけなんですけれども、まあ安値に関してはですね一段ね切り下げているっていう状況ありますので、直近のところで線を引くと、まあ下降ウェッジのようにも見えると、そこからの上抜けっていうのはですね可能性としてはあるんじゃないかということで、今年3月までに5万ドルに達する可能性があるんじゃないかっていうふうなですねツイートもしているということで、ちょっとね話題になっているということですね。それともう一つですね、まあこちらもあのポジティブなニュースですけれども、まあいわゆるリテール投資家ですね、個人投資家がかなりですね、まあ株式市場にもあの入ってきているという状況があるんですけれども、仮想通貨市場にもかなりですね入ってきているという状況がありまして、例えば国内大手のですねビットフライヤーは、プレスリリースにてですね2020年の12月時点で預かり資産が2892億円を突破し過去最高を記録したということをですね明かしましたということで、ビットコインのバブル期と言われた2017年の12月の記録を3年ぶりにも更新したというのがですねビットフライヤーの状況。それから国内大手のコインチェックなんですけれども、27日ですね、口座開設申請の急増により、KYC 身分確認の審査に大幅な遅延が生じていることもですね明かしたと、まあコインチェックに関してはですね、3年ぶりにテレビ CM をね今再開しておりますよね。こういったですねプロモーション活動もまあ影響してですね新規投資家が殺到しているという状況がまあ、予測されるという状況ですね。まあエンジンコインのね新規上場なんかもあってですね積極的なアプローチを今仕掛けているということで、ここからますますですね個人投資家の過熱っていうのはね始まってくるんじゃないかなと思っています。まあ、この後でしょうね、いわゆる投機需要で、一気に上げてですねそこから一気に下がるっていうような展開が今後ですね見られる可能性があるということで、しっかりこのあたりの環境は認識しておかないといけないかなというふうに思っております。今までのような大口が入ってきて徐々に堅実に上げていっている相場ではなくなる可能性があるっていうところをですねしっかり、注意しておかないといけないかなというふうに思っております。あと最後に一つですね、ちょっと注目のニュース、ビットコインの ETF、まあずっとね、これ話題になっていますけれども、時価総額2兆円を超えたらね、動き出す可能性があるんじゃないかということで、アークインベストメントの CEO の方がですね、語ったと。まあ、これはね、簡単に見ていきますけれども、アメリカですね、複数の資産運用会社がビットコイン ETF、上場投資信託を、蘇生しようと、金融当局に申請を行っている中、アークインベストメントのですね、CEO を務める、このウッド氏はですね、ビットコインの金融商品蘇生に対する見方を明らかにしましたということで、まあ簡単に言うとですね、ここですね、大きな需要を受け入れられるための規模が必要になるということですね。アメリカの証券取引委員会が十分だと考慮できるには1兆ドルを超える規模、2兆ドルを超える必要があるだろうというふうにですね、このウッド氏は語ったということですね。ビットコインの時価総額今6000億ドルをですね下回るという水準ですので、 ETF が承認されるためにはね2倍3倍4倍っていうふうにですねなっていかないと、まあ認められないんじゃないかっていうふうなですねことも、まあ見解として述べられているということですね。まあ、ちなみにですね、今のバイデン政権のですね元でゲイリー・ゲンスラー氏がですね SEC に指名されました。そこでですね、ゲンスラー氏に関しては極めてビットコインに理解のある人物というふうにですね述べておりまして、この SEC のですね暗号資産規制や今後のですね政策に対してやはり楽観的な考えを持っているということで、このウッド氏はですね26日のイベントで行ったプレゼンテーションの中で、機関投資家や企業によるビットコイン投資がですね広がった場合の価格影響どういうふうになっていくのかっていうのをですね、考えを述べたと。でその中身としては S&P500 に属する企業がですね資産の 1% を仮に、ビットコインに投下した場合ですね、ビットコインの価格はさらにですね4万ドルが上乗せされる可能性があるというふうに分析しているそうで、仮にビットコインに割り当てる資産配分が 2.5% から 6% くらいにね、まあ上がった場合、これまだまだね、まだまだの話だとは思いますが、価格インパクトは20万から50万ドルになっていくということで、今後の機関投資家の需要がですね、まあ特にねこの2021年は大きくね上げるんじゃないかという見方がですね一般化しているわけなんですけれども、本格的にどんどんね機関投資家が入ってくるような展開になるのかどうなのか、ここをですねしっかりね、追っていかないといけないかなというふうに思っているところです。はい、ここまでが外部環境ですね。ここから、ビットコインの相場分析からですねやっていきたいと思います。はい、こちらですねビットコインから始めていきたいと思います。今日はですね日足を映しておりまして、今の時刻が20時25分ですね。今のビットコインの価格が31,400ドル、日本円で言うと327万円ぐらいのところを推移しております。ちょっとですね DXY との、ドルインデックスですね、そちらの関係を見ていきたいと思っています。直近のところでですねビットコイン大きなダブルボトムをつけようとしているという状況ですね。2回底をつけているという展開になっております。一方でですね DXY を見ていきましょう。これ日足の DXY ですが、 DXY は、全く逆ですね、ダブルトップをつけようとしているという状況ですよね。で、DXY に関してはダブルトップの今頂点でいます。頂点でいるわけですけれども、
ビットコインに関してはですね、今見ていただくと最下限ではないんですね。そこから上げてきているっていう状況があります。直近のところでですね。はい、そういった状況からするとビットコインがまあ買われているっていう状況ですね。ドルが動いていない中でBTCUSD が上げているということは、ビットコインが買われているということですね。今の直近のところを見ると、ビットコインが強いっていう風な、まあ、展開がですね、見て取れるという風なね、状況になっております。ただね、この DXY っていうのは、直近でトレンドを転換したかのように見えているということですね。まあ、株式市場の、まあ、下落と伴ってですね、ドルがここから買われる、買い戻されるような展開があるのかっていう風なですね、見方が結構ね、広がっているわけなんですけれども、まあ、そういった中で、ここからですね、ビットコインが厳しい展開ではあるものの、今直近ですね、上げてきているという状況です。で短期的なところをですね、4時間足で見ていくんですけれども、はい、こちらですね。で、ダブルボトム、さっき言ってたのがここですね。ここでダブルボトムをつけようとして、今上がってきつつある中で、短期の移動平均線 20MA と3万2000ドルのラインに阻まれそうになっているという状況です。まあ、ここはですね、一つね、意識されているラインとしてはですね、まあ、明確で、このビットメックスのですね、デコボードを見ても3万2000ドルの売り板、かなり意識されているのは、まあ、見て取れるかなという状況ですね。まあ、直近のところを見ると、売りの方はちょっと優勢かなという状況があります。そういった中で、今後の展開なんですけれども、ここの展開っていうのはね、一段上でですね、まあ、一つ前のね、展開として、同じような展開があったんですね。ずっと高値を切り下げてしまったと。で、一方でね、安値に関しては3万6000円ぐらいのところでサポートされていたと。で、ここがですね、一気に抜けて戻したポイントがあったんですね。これが1月の20日から21日にかけた値動きです。こういう展開結構あるんですね。意識ラインを抜けて戻されて、ここから一気に上に抜けるかどうかっていう重要な局面で負けて、一気に崩れてくるっていう風なですね、こういう動き方は結構するんですよね。で、直近のところを見ていくと、もうここの展開とよく似ているんですね。高値を切り下げながら、ずっとですね、この3万2000ドルでサポートされていた展開が続いていたと。そういった状況の中で一気に下抜けました。で、戻ってきたところで、ここが勝負の時なんですね。また戻せるか、それとも売り叩かれるか。ここで売り叩かれた場合は、一気にですね、相場が崩れてくるという風な展開になって、例えば2万8000ドルぐらいまでですね、まあ、そのあたりまで落ちてくる可能性が考えられるということで、ここがですね、一つ鬼門になるかなというふうに思っております。もしね、短期トレードをされるのであれば、ここのダブルボトムをですね、狙ってこの3万2000ドルを復活したところからのロングっていうのはちょっと有効になるかもしれませんね。限定的でまあ3万5000ドルぐらいまでしかね、狙えることはできないと思うんですけども、まあこのあたりはですね、取っていける可能性がまあちょっとね、見えてくるかなと思っています。まあそれも3万2000ドルを超えたら、入っていくということですね。ここを予測していくのは不可能です。ここの3万2000ドルで売り叩かれるのか、それとも3万2000ドルを抜けるのか、この予測はですね、してもあまり意味がなくて、しっかりですね、どっちに動いた時にも対応できるように、例えば今この3万2000ドルでですね、ショートを打っていくということであれば、しっかりですね、この3万2000ドルを損切りラインに置いて、どこまで狙っていくかというと、まあ、3万ドルを、下抜ける、もしくはまあ状況を見ながらですね、2万8000ドルぐらいまで狙っていくというような戦略を立てることができますし、一方でね、3万2000ドルを超えてまた値をですね、戻してくるような展開があれば、そこからですね、買いが入ってくる可能性が十分考えられるということですので、3万4000ドル、3万5000ドルっていうところまでですね、狙っていく。こういう戦略でもですね、全然ありだと思います。ただまあ展開としては、もうテクニカル的にはですね、非常に弱い展開です。パーフェクトオーダー作ってですね、かつディセンディングトライアングルのもう最下限でいると、確かにダブルボトムは意識されているものの、上にはですね、3万2000ドルの強烈なラインがですね、控えているという状況からしてもね、なかなか上には行きにくい展開ではあると思います。で、今日の夜とですね、明日にかけて、いろんなですね、金融の指標が発表されます。まあ重要なですね、経済指標が、アメリカと日本もですね、発表されて、まあカナダもなんかもですね、GDP が発表されたりとかあるんですけれども、まあ、そういった状況の中で為替、それから株式市場動いてくる可能性があります。なのでいよいよですね、このディセンディングトライアングルはもう終盤で、日本時間でいう明日と、土曜日ですね、土曜日までにかけて大きなですね、値動き、この、ディセンディングトライアングルをどちらかに抜けてくるような展開がですね、見られても全然おかしくないというふうなですね、状況になるかなと思っています。まあダウはですね、大きく売られましたので、買いがね、もう買い戻されるような気配はね、あるんじゃないかなと思っているんですけれども、まあそのあたりはですね、戦略的にやっていかないといけないかなと思っています。続きまして、イーサリアムを見ていきたいと思います。はい、こちらイーサリアムですね、今の価格が、1297ドルですね、日本円で言うと、13万5000円ぐらいのところをですね、イーサリアムに関しては今日の朝のインスタントストーリーですね、ここの、三角持ち合いの形をまあ紹介したかなと思います。で、ここですね、1230、やはりここは強いですね、なんとか守りました。で、そこからですね、一旦反発されているという状況ですね。ここの長期の移動平均線でサポートされているという状況がありますので、でまあ、上にはね、短中の移動平均線がいますけれども、まあ、この後ですね、大きな一段ね、上げるような展開になってもおかしくないかなというふうに見ております。
で上げてくるとなると、アセンディングトライアングルの形になっておりますので、そのままですね高値を目指していく可能性もまだまだね残っているということで、イーサリアムはねこの1230ここを守ったというところはですね非常に評価されるところじゃないかなというふうに思っております。まあ RSI もね今から上向きに変わってきそうな状況、それから MACD に関してもゴールデンクロスですね、起きそうな展開になっております。あとは出来高ですね、はい、出来高が上がってくれば、しっかりまたですね最高値の水準まで戻ってくる可能性がまあ見られるということで、ここに関してはですね直近まあ上目線で攻めていってもですねいいんじゃないかなと個人的には思っております。続きましてNEM見ていきたいと思います。はい、こちらNEMですね、今の価格が 22.9 セント、日本円で言うと、24円ぐらいのところを推移しておりますね。NEMに関しては4時間足レベルで昨日ですね、ここ買いじゃないかなって言っていたポイントがこのあたりです。結局ね、下げてきて反発しそうにもなったんですけれども、そのままずっと横ばいですね。で、まあ、一応ですね移動平均線的にはゴールデンクロスが完成しているという状況ですので、まあ、ここの23セントのところかなり意識された水平線引かれていますが、今ここでの攻防ですね、そこに短期の移動平均線が合わさっているということで、まあ、一時的にですねここから上昇してもですねおかしくないような展開ではあるんじゃないかなと思っています。この23セント割られてですね、まあ、次21セントぐらいまで落ちてくるともう完全に見方は変わってきますよね。完全なレンジ相場で、この移動平均線もせっかく、まあ、ゴールデンクロスを完成させたんですけれども、その後ねまた横ばいになってくる可能性はありますので、まあ上げるですね初動になる可能性があるのはまさに今の局面ですね。この23セントを抜けていくような展開があれば一旦ロングにね入って短期的なね利益を取るっていうのもいいですし、逆にそこを下抜けたのであれば先ほどのレンジ相場に変わる可能性があるということで一旦撤退するみたいなですね、そういう戦略で、攻めていくことができるかなというふうに思っているところです。続きまして IOSD 見ていきたいと思います。はい、こちら IOSD ですね、今の価格が 1.6 セント、日本円で言うと1.8 円ぐらいのところですね。 IOSD に関しては直近で3個持ち合い作っていたんですけれども、今日ですね昼からの値動きで一段上げてきました。でまたですねこの 2円ぐらいのところ 1.9 セントのところを試していきそうな展開にね今なっている状況ですね。ここを抜けると一気にですね伸びてくる可能性もまたね考えられなくはないという状況になりますので、以前からまあ言っていますよね、この 1.9 セントを抜けたらね一旦ロングを検討してもいいんじゃないかなというふうに思っています。で狙っていくは直近最高値、まあ、2.6 セントぐらいのところもありますし、その上でいくと 3.3 セントですね、このあたりまでの上昇が狙っていけるような相場になる可能性は十分ですね考えられるんじゃないかなと思いますので、まだですね様子を見て、ここからですね上げていくことができれば各種移動平均線もついてきてまた爆上げの再来っていう風にですねなる可能性も、しっかりね期待できると思いますので、まずはこの 1.9 セントまで回復することができるかどうか、下降のラインはかなり意識されていますので、そこまでねしっかり待った方が僕はいいかなと思っております。続きましてライトコイン見ていきたいと思います。はい、こちらライトコインですね、今の価格が129ドル、日本円で言うと13,400円ぐらいのところですね。ライトコインに関しては一段ですね下げてからの上昇、これはやっぱりね売られる局面ですかね。はい、上にはですねこういう下落トレンドラインや短中長の移動平均線が広がっています。まだまだ見方は、売りですよね。はい、売られやすい局面であることは間違いないですので、まあショートに入っていくのもですねありかなと思っていて、この110ドルぐらいまでね、落ちる可能性は十分考えられるかなと思います。まあ一方でねいつも言ってる通り、こういう密集ですね、ラインが密集しているところをぶち抜けば一気にですね相場が跳ねる可能性もあるんですけれども、ちょっと今のところはですねここを抜いていくような力はまあ出来高的にもね MACD の形状的にもまあ厳しいんじゃないかなと個人的には思っております。続きましてビットコインキャッシュ見ていきたいと思います。はい、こちらビットコインキャッシュですね、今の価格391ドル、日本円で言うと4万円ぐらいのところですね。ビットコインキャッシュはさらに厳しい展開になっております。直近意識されていたですねこの400ドルのところも下抜けてしまいました。ということで下抜けてからの戻し、ここはやはりセオリーで言うと売られるという風なね局面かなと思っています。短中長の移動平均線、いわゆる下落のパーフェクトオーダーの形になっていますので、まあなかなかですね今から回復するのは厳しい。こちらもね、ライトコインと同じく厳しい展開になっているかなという風に思っております。下げるのであればやはりですね以前から言っている通り一旦目安になるのが360ドルですね。もうほぼそこまでね直近で下がってきましたけれども、まあ、360ドルを抜けてしまうと、320ドル付近ですね、このあたりまで一気に、ね、下げる可能性もありますので、ちょっとねここは警戒したいところですね。はい、最後にモナコイン見ていきたいと思います。はい、こちらモナコインですね。モナコインも、まあ、ここのですね上昇トレンドラインを下抜けてからちょっとね弱気になっていますね。今のが 1.54 ドルということで、159円ぐらいのところを推移しているんですけれども、まあ、かなりですね展開としては悪くなってしまいましたね。各種移動平均線を
価格が下抜けてしまったと。でそこから一気にですね今反発しそうですけれども、もう短中長の移動平均線が下向きに変わりつつありますので、トレンド転換を示唆されるような状況となっております。まあやっぱり3回ですねこの 1.86 をチャレンジしたんですけれども、いけなかったというところがね、非常にまあ悲観的なですねムードになってしまったというふうなね状況かなと思っております。なのでまあ次買うとしてもですね、やはりここの上昇トレンドラインに再度ね乗せてこれないとなかなか買えないですし、まあモナコインに関してはやっぱり 1.86 ドルをですね超えてロングに入ってくるっていう風なね状況でもまだまだ全然間に合うと思いますので、しっかり今はね静観して、まあ上げる相場をですね待つという風なですね戦略でいいかなという風に思っております。で最後にですねちょっとビックス指数を見ていくとこういう風な感じになっているんですね。今日のビックス指数が一気に上がって37ぐらいまで上がりました。ただ直近のところですねビックス指数まあたまにねこういう風に反応するんですよね。はい。でその後っていうのは一気にですね、ビックス指数下がってきます。だいたい40付近まで上げて、そこから一気に下げるっていう展開が直近ですね3度続いているという状況ですので、まあ一旦ねリスクオフになったものの、やはりここからですねまたねリスクオンのムードに変わってくるんじゃないかなと、まあ、直近のねこの動きを見ると、そういう風な考察になるんじゃないかなと思っております。まあ今日のですね夜から始まるニューヨークダウがどういう風に推移するのか、続落してくるようなことがあればさらにですねビッグ指数が上がって、またですね株価が売られてビットコインもかなりやばい状況になってくる可能性あるんですけれども、このビッグ指数が、今日のニューヨークダウのですねまあ持ち直しとともに下がることができるかどうか、ここもですね今夜の注目のポイントになるかなというふうに思っております。はい、ということで今日の動画はですねここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。